時は室町時代。野望ひしめく戦国の世で新たな時代を切り開く者たちがいた。尾張の若き当主織田信長、破天荒な振る舞いで打つけと呼ばれ、無謀な戦いを次々に挑む。目つきを負けると思うか。俺はお前を信じるだけだ。この打つけは美濃斎藤家に仕える武将明智光秀。信長との運命的な出会いを果たす。打つけがもう一人。美濃での一戦で力を認められた信長は斎藤道三と同盟を結んだ。その頃、駿河の今川義元は三河を支配下に置き勢力を拡大。いずれは天下の覇者にもなろう。長良川の戦いで斎藤道三が討たれ、明智城も焼き払われる。全てを失った光秀の流浪の旅が始まった。時を同じくして越後の上杉。そなたらの正しきは何だ。甲斐の武田。西国の毛利。各地で大名が割拠していた。毛利を倒して雨子を再興する。共に理想を叶えるために強くなろう。北近江の浅井長政は信長の志に賛同。光秀も加わり、信長は上洛に向けて大きな一歩を踏み出す。天下一新。これをなすのだ。我らの戦いは終わらぬ。秀吉、いいぞ。もらった。今オイラたちにできるのは無事にこの戦を乗り切ることだけだ。はっ。天下一新、それは大きな犠牲を伴う道であった。少しでも親父に笑ってほしいんだ。信長様、奴の執念を甘く見積もりすぎています。狙った獲物は生かさねえ。結局こうなりましたか。最近の信長様に不信感を持つ者は少なくない気がするんだよね。秀吉様、大将首を。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。信長と光秀、新たな時代を求めた二人の運命は。待たせたな、信長。来たか、十兵衛。行くぞ。戦国無双5、6月24日発売。早期購入特典、同時発売トレジャーボックス、全無双武将のアクリルスタンド付き一期当選ボックス、デラックスエディション、シーズンパスも配信。